今日までよく持ちこたえた。ただ民を守るの。そうか、民も守れずに死ぬとは哀れ。せめてこの場で華々しく死ぬがよい。虫けらのごとく踏みつぶせ。あいにく少佐、死に美学を感じる。ならばそのまま潰れてしまえ。なんじら、これより先に進むことを禁ずる。うわ、これより先、小生の領域である。命惜しくば引き返せ。なんだ、進める、何が起こっている。えい、たかが一人に何をしている。突撃せよ、押しつぶせ。是非もなし。呪法か。止まれ、一旦攻撃を中止せよ。全軍一歩前進。なんだこれは、こんな現実がありえるのか。ありえん。とにかく体勢を立て直さねば。全軍二歩前進。なんだ、何なのだこれは。バカな、ありえん。民を守るため、小生、悪鬼羅刹となりて阻む者を蹴散らさん。全軍前進。な、むちゃくちゃあるか。引け、引け。待て、小詰めの重兵が邪魔で引けぬわ。何をやっておるのだ。逃げ戻る者に命は不要。重兵、突き進め。ありえん、ありえん。こんな理不尽あってたまるか。見誤ったのだ、なんじら。そして触れてはいけないものに触れてしまった。ヤマトの恐ろしさ、忘れ果てたというなら、その身に刻み込んでおくがいい。ふざけるな。勅命である、殲滅せよ。ギャハ。三日月、大光、そして武来、ヤマト八中将、そしてアクルトゥルカの力は絶大だった。人をはるかに凌駕した力によって優先むなしく蹂躙されるウズール使者、これを好機と見て追い打つヤマト勢。
敗勢は決した。退却を始めた敵本陣をなおも殲滅せんと、ウコイエ大将オシュトルが追う。そこに立ちはだかるは、激憤する主君をいさめ自らしんがりを買って出た千人長ゼグニだった。両軍随一の者の負が雌雄を決すべく剣を抜く。軍勢がすぐそこまで迫っております。今は何とか進軍を食い止めておりますが、突破されるのも時間の問題。ご決断を。よかろう。で、どんな決断だ。はっ、ひとまず西へ。この広いウズウルス社、ヤマトといえど容易に追っては来られるでしょう。お命さえあれば再起はできまする。今は連絡がつかず、各地に取り残された者たちもいずれオーロの元へ再集結しましょう。今は耐える時でございます。わしに引けと。この地を、我が大地を捨てようというのか。オーロよ、ここは何とぞ。このわしが。オーロよ。ゼグニ。オーロ、これは退却ではない、転身だ。わしは必ず戻ってくる。息のある者は立ち上がり、オーロに続け。背後から追撃隊が迫っている気配はありません。やはりこの複雑な地形では迷わず追ってくるのは困難。まして兵の数が多ければ、それだけ動きも鈍りましょう。その間に我らの体勢を立て直せば。オーロ、あれは。なるほど、そうきたか。我らを追わぬわけだ。ジジイのお気に入りが来よったわ。ウコンエ大将、オシトル。どこにも姿を見せぬから帝都で縮こまっているのかと思えば、小虫風情が待ち伏せとは笑わせる。貴様、我が道を妨げるか。いいな。何？それがしは帝の命により蹂躙せん。ふん、千年者の暇のじじめ、わしの命を虫けらと同じに扱うか。よかろう、おしとりよ。わしの首、それほどたやすくは取れぬぞ。オーロよ。ほう、貴
貴様までわしの行く手を阻むか。いえ、オーロよ、我にお許しを賜りたく。言うてみよ。この場はどうか我にお任せを。何？仮面の将を討ち取り名を挙げとうございます。貴様、英雄となりに行くか。うん。バカめが、勝手にするがいい。はっ、ありがたき幸せ、必ずや仕留めてまいりましょう。名を挙げたい者は我に続け。首は押し取る、値千金であるぞ。自ら捨て石となりグンドゥルワを逃がすか。その覚悟や潔し。その覚悟に我も応えよう。やはり化け物か、仮面の将は。いくら数を揃えても意味がない。ならば押し取る。の我は千人将ゼグニ、貴殿に一騎打ちを所望する。勇者たらん者を知らぬは戦士の恥。お相手いたす。うん、呪わしき仮面を用いぬか。なめられたものよ。勇者の首は己が力で取ってこそ。その慢心、命取りと思え。おに通さぬ。まだ立つか。このような傑物がウズール社にいようとは。だがそれがしもヤマトに仕え帝にさぶらう者。正常の芳せを曇らせ民草を脅かす輩を決して許すことはできぬ。ゼグニ殿、参られよ。互いに放つはあと一撃。最後の人たちでこの勝負を決戦。承知、我が渾身の一撃、この命と引き換えに食らうがいい。なGrrrr!
見事だ。さすがはウコンエ大将。貴殿もな。人たちは浴びせてく。ならば悔いはない。良き戦であった。なんという男だ。主君を守り抜き、そして高き侍として果てた。まさに物の不能あるべき姿。ゼグニ殿、それがしも力尽きる時は貴殿のようにやりたいと切に願っている。